マルタン・ドロリングの台所の情景。広範囲にマミー・ブラウンが用いられている。マミー・ブラウンはバーアント・アンバーとロー・アンバーの中間色にあたるアスファルト質で濃い茶色の顔料である。ラファエル全パの画家が好んで使っていた絵の具の一つである。カプトモルトゥム、あるいはエジプシャン・ブラウンの名前でも知られている。マミー・ブラウンは16世紀、17世紀頃より松屋に 持つ薬とすりつぶされた、エジプト産の人、あるいは、猫か動物のミイラを原料として製造され始め、その透明度の高さから、グレーズ画法、濃淡や陰影、明るい色調の描写に用いられた。マミーブラウンには、ひび割れやすい性質があり、また成分や品質に大きなばらつきがあったほか、アンモニアや脂肪の微粒子が含まれていたために他に使われている。 絵の具を変質させる恐れがあった。19世紀、マミー・ブラウンの原材料が画家の間に知れ渡るようになると、この絵の具の人気は加工した。ラファエル前派の画家であるエドワード・バーン・ジョーンズは、この絵の具の羊について、真実を知った後、自分の持っていたマミー・ブラウンの絵の具チューブを庭に,におこそかに埋葬したと伝えられている。1915年頃のとある、 ロンドンの絵の具業者は、エジプト産のミイラ一体で、彼の顧客の需要20年分を賄うことができたと、語っている。20世紀に入り、利用可能なミイラの供給が尽きたことによって、次第に、伝統的な製法のマミーブラウンは作られなく、なっていった。現在、マミーブラウンの名前で販売されているが料は、カオリン、石英、および針鉄鋼と、赤鉄鋼を混合したものである。 全体のおよそ60%を占める針鉄鋼と赤鉄鋼がその色調を決定しており赤鉄鋼を多く配合するほど赤みは強まるその他の成分は不活性物質で不透明度ないし着色力の調整のために用いられるマミーブラウンの色調には黄色から赤暗視色など多様なものがあり暗視色のものは特にマミーバイオレットと呼ばれる 薄く溶いた絵の具を塗り重ね、絵画に光沢と深みを出す絵画の技法の一つ。ab, the passing of mommy brown.time,http:/www.time.com/.time/.magazine/.article/.0917194544 00 html, ハット abc マクワット、フィリップ、ザライフアンドデスオブマミーブラウンジャーナルオブアートインソサ l ティハットアデリーヌ、ジュールズ・ヒューゴ・ジー、ベイグル、ザ・デリーヌ・アート・ディクショナリー、カイ、アンガー・パブ、CO ・ハット・フィールド、ジョージ・フィールド、エス・クロマトグラフィー、ビブリアブ・イザー、LLC、 ピアニッシモ二百五十四二百五十五 ISBN 一から四三四六六九六一ゼロチャーチ、A H ザケミストリーオブペインツアンドペインティングロンドン C D C O A B マミーブラウン N A T U R A L P I G M E N T S c o m コム二千八年二月八日閲覧ありがとうございます。